活源は雪印メグミルクが北海道限定で販売している乳酸菌飲料。ガラナ飲料と並べ北海道特有の製品として紹介される。昭和初期に帝国陸軍が北海道清楽販売組合連合会へ給水状態の劣悪な中国中央部に駐屯している軍人用に栄養飲料の開発を依頼、同組合が1938年。 小病兵の栄養食として、北海道から現役を送り中国上海で製造を開始した。その後、北海道やカラフトでも製造。カツゲンは、もともとカツソという名前。カツは、カツ、元は、牛乳の元の意味。その後、1956年、カツゲンに名称変更され、北海道うちの一般消費者向けに販売が始まり、翌年、 活言とカタカナ表記になった。1979年に名称をソフト活言とし、風味も薄く、さっぱりとしたものに変更され、現在に至る。かつては瓶入りが主流で、宅配のほか、銭湯や駅売店などでも見受けられたが1980年代に姿を消し、現在はすべて紙パック入りとなっている。現在の販売地域はほぼ北海道内に限定されている。 昭和30年代には大阪工場でも製造され、関西圏で一般向けに販売されたほか、1994年頃には、証言の名前で首都圏でも発売されたが、どちらも早々と販売が中止されている。関連商品として、青りんご味、いちご味などの香味をつけたものが季節限定で販売されるほか、ゼリーインカツゲミやカツゲンゼリー、カツゲンアイスといった。 活言の風味を生かした製品も存在する。発音は、戦闘の、他に、アクセントがある。2005年12月から、雪印恵ぐみ力札幌工場の見学コース内に設けられている。活言発売から2006年で50年を迎える、記念と商品名から、勝みなもとを連想させるとして、スポーツチームや受験生などの間で安印されている、現象を受けたもので、 祭壇には発売初期の瓶が祀られている。工場見学の際にお参りすることができ、おみきの代わりに活言が振る舞われるほか、お守りの発売もある。また受験シーズンにはオリジナル味のパッケージが受験生応援バージョンに切り替わる。証言神社のお守りが印刷されており、最後まで飲んでお守り部分を切り取り、裏に志望校を書いて使用する。ありがとうございます。